はい、皆さんどうもこんにちは。今回はスクイズを紹介していきたいと思います。シーポンです。それでは紹介していきます。はい、ではね、いろんな話をしていきたいと思います。私は、前も言ったと思うんですけど、新中1になりました。え、何これ、水じゃなかった、びっくりした。新中1になりました。で、不安でいっぱいだったんですけど、結構最近慣れてきました。で、あと担任の先生が何より面白くて楽しいですね。もうクラス貼られた時に、私1日組だったんですけど、貼られた時に本当緊張しましたね。え、誰と一緒になるんだろうみたいな。でもそして教室の中に入ったら、一番最初に声をかけてくれて安心しました。でもその先生が知ってる先生だったので、はい、よかったですね。みほろ、でもちょっとね、不安なことがあって、体育と数学がちょっとあれですね、頭がやばすぎて本当に何もできないので、ちょっとあれなんですけど、自習とかするしかないですね。で、あとまだね、紹介してないんですよね。なんだっけ、お部屋とか机とかの紹介ですかね。皆さん結構リクエストが多くて結構皆さんに待たせてると思うんですけど、一部だけだったら、一部っていうか少しだけだったらいけるかな。多分そんなに見せられないです。学校の利用品っていうか、そういうのが多いので、ツイキャスでもめっちゃ言われるんですよね。で、あとこんなリクエストがあったんですけど、ある方もやってたと思うんですけど、スクイーズで料理やってっていうリクエストがね、ツイキャスであったんですけど、ちょっとそれやってる方がいるので、ちょっとどうかなって今考えてるんですけど、ちょっとね考えていきたいと思います。でもリクエストなので大丈夫かなと思うんですけど、一応許可取りたいと思いますね。やっていいですかって、そちらの方に。無言でやっちゃったらね、ちょっと失礼っていうかあれなので。よいしょ。あと5日ね、リクエスト募集したいなと思うんですけど、でもそちらのリクエストが半端なく来てしまうので、大量に。なんで、結構、全部できるかどうか分かんないんですけど、くっついてる。私がやりたいなと思うものをやっていきます。はい。
だってなんかおせんべいの食べ方とかあったんですよね、ツイキャスで。なんかツイキャスで結構リクエスト募集とかしてるので、でその時にねおせんべいの食べ方とか来たんですけど、ただなんかどうやればいいか分かんないんですよね。であとチャンネル登録もう少しで5000人突破しますね。あと何人まで行くんだろう、なんか分かんないんですけど、気にせずね頑張っていきたいと思います。はい、遊んでみたっていうものもやってくださいっていうのがかなり多かったので、こちらも、ね、やっていこうと思います。できたら、ね、なんだっけ、そのクイズ最近ねビル版にね結構売ってるので、もう結構毎日かのようにビル版行ってますね。まあ毎日ではないんですけど、土日とかね暇があれば行ってます。まだビレバンっていうのを言っていない方、ぜひ言ってみてください。まあ、ビレバンっていうのはブラック版なのがここです。はい、まあね、今回はここまでしたいと思います。では、バイバイ。